キンプリキング、リンチェプリンス、シングルで一番優やされる曲ランキングランキング。2位はメイヤーヤング。1位はご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2023年4月20日から2023年4月30日までの間、ネトラボ調査隊では、キング。 リンチェのシングルで一番癒やされる曲はアーマンというアンケートを実施していました。2018年に CD デビューを飾り、王子様のようなキラキラ感で幅広い世代の人を虜にした、キング・リンチェプリンス。これまでに多彩な楽曲を発表し、ファンに素敵な歌声を届けてきました。 デビュー当時は6人でしたが、2023年5月23日からは長瀬恋さんと橋海人さんの2人で活動することが決まっています。今回のアンケートでは計2405票の投票をいただきました。たくさんのご投票ありがとうございます。早速結果をチェックしてみましょう。 調査期間、2023年4月20日から4月30日、有効回答数2405票。丸第2位、We Are Young 第2位は We Are Young。獲得票数は376票です。2023年2月にリリースされた両英名ンシングルの1曲で、メンバーの岸優太さんが主演したドラマ、スキスキワンワン、の主題歌でした。 スローテンポの穏やかなメロディーと5人の優しい歌声が胸にしみいる楽曲。石渡りやさんによる歌詞は未来へと背中を押してくれるようです。作曲はこれまでに数々のヒット曲を生み出してきた玉木浩二さんが手がけています。5人体制でのラストシングルということもあり、オリコン週間ランキングでは1位を獲得し、初週でミリオンを突破しました。 コメント欄には、騎士んの歌声が優しくて癒やされます。最初すごく地味な曲だなと思ったけど、聴くほどに良さがわかってくる、といった声が寄せられました。まる第1位、ラビンユー第1位は、ラビンユーに決定。各得票数は448票、得票率は18.6%でした。 2022年4月にリリースされた9枚目のシングルで、平野紫陽さんが出演した構成コスメポート、ジュレーム IP の CM ソングに使用されました。大きな愛で包み込んでくれるような歌詞と、軽やかなメロディーが魅力の曲で、スイートな歌声にはキンプリらしさが溢れています。王道アイドルというイメージにもぴったりで聴くたびに癒やしや元気をもらえますよね。 YouTube で公開されている MV はメンバーそれぞれが理想のデートを表現したもので、縦取りの動画はプライベート感満載。メンバーの岸優太さんが流出動画と表現したことも話題となりました。コメント欄には心が和みます。ウェディングソングにもぴったりではないかと思います。歌詞がとてもグッときますといった声が寄せられています。コトーン。